さあ今度は省略です。わざわざ繰り返す必要のないことを、まあ大胆にカットしていくということですね。非常にポピュラーな省略の手法というのは、助動詞要素でカットする。まあ非常によく行われますよね。助動詞要素っていうのは do、あるいは be 動詞もそうなんですね。do とか be 動詞、あるいは普通の will、あるいは現在完了の have。まあこうしたところで文を止めてしまうということですね。このテクニックです。A. Who will take us to the airport? My older brother will. 誰が私たちを空港に連れて行ってくれるの？僕の兄だよというわけですね。さあ、will の後ろはもちろん take us to the airport。これが省略されているわけです。ですが、こんなことをですね、相手の質問に含まれていた文そのままをですね、繰り返す必要はないわけです。従って will で止めているというわけですね。B 行きましょう。I've decided to study abroad next year, and my best friend has too. 私は来年留学することに決めた。私の親友もだよというわけですね。さあ、最初の文は I've decided と言って、現在完了の have で始まっているわけですね。したがって and の後ろも has 繰り返しになるので、現在完了で止めている。その have で止めているというわけですよね。さあ、そして今私の読み方に注意していただけましたか？ My older brother will。 普段よりもですね、この will をですね、強めに読んでいましたよね。こうして後ろにですね、省略がしっかりと行われている。まあこうしたですね、助動詞要素は普段とは違ってしっかりと読んでいくことが肝心なんですね。ここで止まっていますよというわけです。あるいは文の一番最後ですからね、しっかりと強く読んで終わる。まあこうしたですね、読み方も一つ学んでおきましょう。